序章、三つの学級。森の中で傭兵が出会ったのは三人の若者。ガルグマク大修道院に併設される士官学校の生徒であり、三つの学級の級長であった。野外活動中だった生徒たちを救い、盗賊の頭を撃った傭兵は、その角でガルグマクへと招かれ、大修道院の門をくぐることになる。ということで、こちらがその傭兵殿になります。私はレア。すでに聞いていると思いますが、セイロス聖教会の大司教を務めています。生徒たちを救ってくれたこと、あなたに心より感謝していますよ。いいえ、恐縮ね。できる限りのことをやっただけよ。そうかしこまらずとも良いのです。あなたは素晴らしい働きをしたのですから。さて、君をここへ呼んだのは単に感謝の言葉を告げるためではない。実は教団から君に一つ提案があるのだ。提案？このガルグマク大修道院に士官学校が併設されていることは聞いていよう。その生徒に君もならないかというものだ。私が士官学校の生徒？あなたは傭兵とはいえ、どこかの団に所属しているわけではないと聞きました。それにあなたが助けた酋長たちと同年代であるとも。この学び屋で過ごす時間はきっとあなたの人生を実り多きものにしてくれるでしょう。僕たちの力について報告を受けていて、野放しにしたくないのかもしれないね。しかし、まるでこちらが断ることを想像していないようだ。腹が立つかい？私には目的があるの。そのためには強くならなくちゃいけない。ここでそれが達成できるなら興味はあるわ。そうか。大修道院にはセイロス騎士団をはじめ多くの強者が出入りしている。君が強くなりたいというのなら他にはないいい環境だと思うぞ。さて、どうやら逃げ道は塞がれたようだ。となれば君の選択肢も一つか。じゃあお世話になるわ。その提案に乗らせてもらう。おお、決断してくれたか。君がその選択を悔やむことがないよう我々も尽力させてもらう。あなたには期待していますからね。それでは我が輩から士官学校について改めて説明させてもらおう。士官学校には3つの学級があり、ホドラ各国の前途ある若者たちが集まっている。生徒には貴族も平民もいるが、修道院内では身分によって扱いを変えることはない。有望な生徒たちが一つの寮で生活を共にし、切磋琢磨して1年間を過ごすのだ。3つの学級はそれぞれ出身国ごとに分かれているの。エーデルガルトが酋長で、アドラステア帝国出身者が集まるアドラークラッセと、リミトリが酋長で、ファーガス神聖王国の出身者が集まるルーベンクラッセ、それにクロードが酋長で、レスター諸侯同盟の出身者が集まるヒルシュクラッセよ。こちらで所属を決めても構わないのだが、士官学校への入学はこちらが提案したこと。特例というのもあるし、君の方で所属する学級を選んでもらおうという話になった。え、いいの？もちろんですよ。あなたの望む学級を教えてもらえますか？ディミトリが酋長を務めるルーベンクラッセですね。ええ、決めたわ。心は決まりましたか？彼らと良き関係を築けることを願います。さて、君の学級が決まったところで、我々も担任する学級を決めるとしようか。そうね、
急遽担当の教師も一人変わってしまったし。あなたは初対面よね。こちらは武術師範のイエリッツァ先生よ。イエリッツァだ。私より腕が立ちそうね。あなたに鍛えてもらうっていうのも悪くないかも。おお。あら、珍しいわね。イエリッツァ先生が興味を示すなんて。どの学級でも構わんなんて言うからどうしたものかと思っていたけれど、それならこの子のいる学級の担任になったらいいんじゃないかしら。構わんと言った。好きに決めてくれ。うん、特に問題もなかろう。では残った2学級を我々が受け持つと。そういうことになるわね。滞りなく決まってよかったわ。それじゃあ、私は担任じゃないけれど、これから1年よろしく。話がトントン拍子に進んでいくね。ついていけてるかい？ええ、担任よろしく頼むわ。今節の課題は追って伝える。課題？おお、課題について説明していなかったか。士官学校では学級ごとに毎節教団への奉仕活動のような形で課題が課せられて。イエリッツァ先生から話は聞いた。ルーベンクラッセを選んでくれたんだな。こうして共に学べることを嬉しく思うよ。改めてこれからよろしく頼む。君が学級に編入してくるって聞いてみんな楽しみにしてたんだよ。よかったら今晩君の歓迎会をさせてくれないかな。食堂でだけど。そうそう、君みたいに素敵な女の子がうちの学級に来てくれるんだ。この機会にみんなで同じ飯を囲んで親睦を深めておくのがいいと思ってね。そんなことよりも剣の腕を確かめたい。お前は傭兵として身を立てていたのだろう。まあこのイノシシが腕利きだというのなら間違いはないのだろうが、剣を交わしてみなければわからんからな。訓練場に来い。食堂よりも先にだ。フェリックス、気持ちはわかるけどもう少し言い方に気をつけなさい。ですが私からもぜひお願いします。皆も私もあなたに興味があるのです。もちろん構わないわ。この感じ傭兵団を思い出すわね。あらあら、訓練するのはいいけれど怪我しないように気をつけてね。そうだ、訓練場はちょっと分かりにくいところにあるから後で案内するよ。この間なんて訓練場に行きたかったのに迷った末書庫にたどり着いちゃったし。ポドラで一番大きな修道院ですものね。気を抜くとすぐに迷っちゃうわ。生活の上で困ったことがあれば、いえお前は殿下を救ってくれた。できる限り力になろう。課題は聞いているな。はい、盗賊団鉄の王残党の討伐。最初の課題にしては難易度が高そうですが。盗目のコスタスは撃ったのだから残党の討伐はたやすいと判断したのだろう。そうだ、準備をしておけ。ええ、言っちゃったわね。イエリッツァ先生、言葉づくなだよね。正直ちょっと話しにくいかも。大丈夫よ、きっとすぐになれるわ。寡黙なだけで悪い人ではないと思うし。それにしても初めての課題でいきなり盗賊の討伐か。少し不安だな。そうだな、先の一件といい殿下を再び危険にさらすような真似は。お前は心配しすぎだ、ドゥドゥ。それに今回は心強い仲間もいる。ええ、任せて。
一度戦って倒した相手だし。さすが、言葉に説得力があるな。何はともあれ、節末の課題に向けてみんなできちんと準備を整えておこう。お前の力頼りにしているからな。もちろん私に任せて。ここにいたか、イエリッツァ。騎士団から連絡があったぞ。せですか。討滅の時間ということだな。ああ、例の盗賊団はあのまま北に逃げ、王国はローベ領との境界あたりの谷に入った。すでに騎士団が退路を断ち、生徒たちの実戦を支援する準備を進めているそうだ。承知した、すぐに向かおう。当然だが、生徒の中には実戦が初めての者もいる。くれぐれも気をつけてくれ。君のような手だれがいれば万一もないだろうが。分かっている。おい、課題に出るぞ。皆を集めろ。いよいよね。了解したわ。盗賊を見失った？面目ないが、その通りだ。何者かが転移の魔法を使った可能性もある。だが、あんな少人数の盗賊団の、しかも残党を救って何がしたいのか。なるほど、血の匂いを追うか。血の匂い。皆行くぞ、ついてこい。イエリッツァ先生、どこへ。一人で行かせるわけにもいかないな。盗賊の居所に見当がついたのかもしれない。ひとまず後を追ってみよう。たわいない。先生、一人で進まれては。これは。みな、すでにこと切れているな。風体を見るに盗賊のようだが。私が始末した。え、もしかして私たちが討伐する予定だった盗賊ですか。おそらくな。あの砦に逃げようとしていた。なるほど。ではあの砦こそが盗賊の根城なのでしょうか。そうかもしれませんね。周囲の村に被害が出る前に急いで制圧しないと。奴らが浮き足立っている今ならば、たやすく一網打尽にできよう。向かうぞ。いやいやいや、ちょっと待てよ。あの砦、なんか変だと思わないか。ああ、同感だ。賊の根城だというのに、火も焚かれていなければ人の気配もない。俺たちを呼び込むための策ということでしょうか。下調べもせずに突っ込むのは危険よ。私としては帰ってもいいけど。うん、私もそう思う。なんか暗いし、変な感じがするし。いずれにせよ、俺たちが勝手に決めていい問題ではないだろう。そうですよね。まだ課題中ですし、イエリッツァ先生に判断を仰ぎましょう。砦に入り、賊がいれば撃つ。でも盗賊の砦でしょ。私たちと先生だけで大丈夫かしら。賊がいたとしてもわずかな数だ。制圧に手間はかかるまい。いざという時は私が始末する。そう簡単に行きますかね。やっぱり悪い予感がするんだが。けど多少の危険を覚悟しなければ戦果は得られないわ。腹をくくりましょう。殿下、万一の時は俺にお任せを。もちろん、危険を感じたら後ろに下がる。俺だけでなく、皆もお前もそうしてくれ。ふん、砦に何が待ち構えているか。切りごたえのある連中ならばいいがな。まあ、きっとなんとかなるわよね。イエリッツァ先生もいるのだし。方針は決まったな。みな、くれぐれも警戒を怠るなよ。賊を始末する。ついてこい。
では手はず通りに動こう。俺も手侵入者だと。何が目的だ。よくわからないけど、とにかく戦うしかないよね。くらえ。この程度か。さっさと次に行くぞ。よかった、無事に切り抜けられた。これが戦いなんですね。ここは通さねえ。どうしたら俺がやられちまうぜ。ヤツを倒せば門が開きそう。守りきれなかったぜ。待ちわびと中を制圧するぞ。では手はず通りに動こう。最善を。予想より広いが手分けして当たれ。せめてこの人たちが安らかに眠れますように。最善を尽くすんだ。ちょっと緊張。始めるぞ。出る。そうだな。僕なら鍵がなくても開けられますよ。褒められたことじゃありませんけど。お宝のところに手が。出番ですね。回収しようと思ったんだが、どうするか。どうやら奴が鍵を持っているようだ。はい。じゃなさそうだが、いつどこから何が出てくることやら。一気呵成に攻め落としましょう。出番だな。俗にとっては格好の根城なのでしょうね。よし、制圧は済んだな。あとは砦の中を。地下が臭うな。調べろ。誰か捕まってるわね。士官学校の生徒じゃない？
ないわ。まさか助けが来るなんて。大丈夫か？どうしてこんな場所に。いや、そんな話をしている暇はないか。とにかく助けていただいてありがとうございます。私に任せといて援護に回る。そいつを逃がすな。クロニエ様に八つ裂きにされるぞ。ここは危ういな。彼女を連れ逃げるぞ。守り通さねばなるまい。なぜ私をしつこく狙うんですか。俗人さん、いや違う。この者たちは一体。邪魔だ。さっさと片付けるぞ。これでいい。先を急ぐぞ。ごめんなさい。まだ体が思うように動かなくて。今なら逃げ出せるか。まだだ。しまった。まだ隠れていたか。残らずにと。最善を尽くすんだ。ちょっと緊張するな。始め出ると。攻め立てろ。私に任せといて。力を合わせるわよ。
獣、魔物ではないってのか。気をつけろ、倒すしかなさそうだ。勝ちは勝ちか。まだ上を目指さなくては。少しは成長したか。皆の役に立てたなら何よりだ。まだ上を目指さなくては。さて、この力をどう生かすか。よし、いい感じだね。もう大丈夫でしょうか。それで、あなたたちはイエリッツァー先生と今年のルーベンクラッセの面々ですかね。ああ、その通りだが、その制服、士官学校のものだよな。イエリッツァ先生を知っているようだし、まさか士官学校の生徒なのか。彼女は去年の生徒だ。アドラークラッセだった。あら、じゃあ私たちの先輩よね。どうしてこんなところに。去年の暮れ、卒業間近に怪しい奴らにさらわれ、ずっと閉じ込められて、このまま死ぬものと諦めていました。助けてくださって感謝します。私は帝国の男爵、オックス家の嫡子、モニカ・フォン・オックスです。事情は了解した。元はといえば、騎士団が盗賊どもを見失ってしまったことで起きた話。しかも盗賊の根城を発見し、行方不明の生徒を助け出したとあっては、誰も文句のつけようがあるまい。上にはうまく言っておこう。ねえ、なんでアロイスさんがいるの。貴殿らがどこかに行ってしまうから、応援に呼ばれて駆けつけたのだ。まあそれは貴殿らのせいではない。イエリッツァ先生の指導に問題があったとも言えんし、堂々と騎乗してお帰りくだされ。馬だけに堂々と。わかった。しかしこれは由々しき事態だ。野外活動中の生徒らを襲った盗賊団が、実はその前にも生徒をかどわかしていたとは。盗賊団、私をさらったのは多分盗賊ではないですよ。何？砦の中には盗賊とは思えない身なりをした者たちの姿がありました。例えばですが、盗賊団は彼らによって誘導されていたに過ぎないとか。
自信はないけど盗賊じゃない気がするわね。逃がしちゃったクロニエって女も尋常な相手じゃなかったわ。それもそうなんですけど、私自分をさらった相手に心当たりがあって。何？なぜそれをもっと早く言わぬのだ。相手が相手なもので、その少し言いにくくて。どういうことだね。端的に伝えてくれ、モニカ君。私をさらったのは大修道院の職番トマシさんです。間違いありません。歩き方や目つき、杖の持ち方を覚えてて、あの人はただの修道士なんかじゃない。トマシュ殿だと。バカな。信じがたい。トマシュ殿は私よりも昔からガルグマクに勤めるお方。信じがたいが、証言がある以上確かめてみるほかはあるまい。アロイス殿。もしトマシュがクロニエの仲間なら警戒を怠るな。手だれだろう。仕方がないな。レア様に秘密裏に報告し判断を仰ごう。君たちも今の話は決して他言しないよ。何やら面白いことになってきたよ。僕にも予測できなかった展開だ。しかしクロニエか。彼女はあの砦で何をしていたんだろうね。そういえば戦いの最中にもあの女を気にしていたわよね。まさか知り合い？さあ、それは僕にも断定が不可能だ。何しろ僕には過去の記憶がない。ほとんどが破損してしまっているのさ。君と出会った瞬間が僕の最初の記憶だ。だというのに、彼女を見た時言葉では言い表せない感覚に襲われた。その感覚が愛おしいか好ましいかさえ今の僕には判断がつかないんだよ。ふん、あなたもいろいろ大変なのね。君のそういうおおらかなところが僕にはきっと好ましいんだ。そういうわけで騎士団にはトマシュ殿を捕獲するよう命令が下った。ちょうどトマシュ殿は数日前からガルグマクを留守にしているそうでな。騎士団は動きを気取られないよう彼の戻りを大修道院で待ち構えている状況だ。教団の中に内通者がいたとはな。信じられない話ではあるが、かどわかされた本人の証言だしな。おまけに証拠の品も見つかったんだろ。なら捕らえて詮議にかけるのが筋だ。トマシュ殿が誰とつながっていたか探らねばなりませんからね。結局トマシュってどんな人なの？書庫番を務めていたのよね。私も書庫で何度かお世話になったけど、すごく親切で優しいおじいさんだったよ。ええ、とても人をさらったり傷つけたりしそうには見えなかったわ。聞けばトマシュ殿は40年以上にもわたり大修道院の書庫番を務めてきた方だという。そんな方がなぜ今になってこのような凶行に及んだのか。もしかすると40年の間にも似たような事件が起こっていたのかもしれませんね。一体彼の狙いは何だったのでしょう。生徒をかどわかし捕らえておくなど。わからないことを考えても仕方ないわ。捕まえられれば教団が教えてくれるでしょう。ふん、正教会も詮議の結果を馬鹿正直に公表するとは思えんがな。殿下、先日あなたを襲った盗賊もあの男が雇っていたということですか？そう言われているが確かではない。つながりを示す証拠は上がったようだがな。それにしてもこんな事件が起こるなんて今後が不安になりますね。はい、修道院の皆さんも他に内通者がいるんじゃないかって不安がってましたし。教団もせめて雇い入れる連中くらいは先に身辺洗っとけって感じだよな。きっとそうもいかない事情が。あれ、なんだか外が騒がしいような。急げ、門の方は手配済みだろうな。はい、出入り口は全て。これは
トマシュが現れたみたいだね。君も行った方がいい。そんな気がするんだ。さあ早く。トマシュが現れたんじゃないの？気になることがあるから行ってくるわ。おい、だからといって勝手に。仕方がない、追いかけるか。いたぞ。ん？あの男。大司教様がお呼びだ。共に来てもらおう。ならばこの姿にももう用はない。これは今のは。愚かな獣どもが邪魔をしよって。探せ。は、私と同じ。